皆さんこんにちは。今回は2月9日にソニーから発表されたソニー VlogCAM ZV-1 のアップデートについてのお話になります。今回のアップデート内容では USB ケーブルを挿すだけでウェブカメラとして使えるようになりました。従来は専用のソフトをダウンロードして設定して使っていたものからより便利で使いやすくなっています。今回のメニューとしてアップデートで準備すること、接続の仕方、実際に立ち上げて使ってみる、この内容でお送りしていきます。このチャンネルでは使って良かったアイテムやガジェットなどの紹介を主にしています。ぜひチャンネル登録をして他の動画もチェックしてみてくださいね。それでは最後までご覧ください。まずアップデートで準備することですが、 ZV-1 のメニューを開きます。セットアップ後、バージョン表示というところを開きます。今現在のバージョンが 1.0 になっています。新しくアップデートをするとバージョンが 2.0 になります。それではソニーのアップデートのページを開いていますので一緒に確認をしていきます。まずアップデートの手順を見てみます。今こちらの画面で表示されているように ZV-1 の画面も同じくバージョンの確認をしています。今 ZV-1 のバージョンが 1.0 というのを確認しました。2番アップデートの準備、必要なパソコンの条件など書かれていますが、下の注意事項にバッテリーの残量が3つ以上でないとアップデートは行えませんと書かれていますので、アップデートの前に充電を済ませておきます。で、私の場合は Windows なのでこの内容に沿って進めていきます。 USB 接続の設定を確認します。ここではセットアップの3 USB 接続をマストストレージに設定するということです。ちなみにこれまで専用のソフトを使って接続していた方の場合はここの USB 接続が選択できないようになっています。その場合は一旦このネットワーク1 PC リモート機能の PC リモートをここ切りにしてください。そうすると選択できるようになります。もう一度戻ってマストストレージを選択します。アップデート本体ソフトウェアをダウンロードします。ではダウンロードを選択します。ダウンロードが完了してファイルをダブルクリックするとこのような画面が表示されます。ここでカメラ本体とパソコンを接続します。接続するとカメラの画面の表示も変わりました。ここで次へ進みます。バージョンの確認、次へ進みます。アップデート実行に5分ほど時間がかかりました。これでアップデート完了です。アップデートが完了するとメニュー画面の動画4の一番下に USB ストリーミングという項目が追加されました。これで USB ケーブルを挿してウェブカメラとして使えるようになります。次は接続の仕方についてです。アップデートによって新たに項目が追加された USB ストリーミング、こちらを選択します。今この時点でパソコンとカメラはまだ接続していません。では選択します。そうすると画面に USB ケーブルを接続してくださいと表示されます。マイクロ USB ケーブルを接続します。充電と同じところに挿します。接続すると USB ストリーミングスタンバイという表示に変わります。これで接続が完了しました。ストリーミングモードを解除する場合には決定ボタンかもしくはモードボタンを押すと解除しますかと表示されますので、ここで OK を選択するとストリーミングが解除されます。実際に立ち上げて使ってみます。今回は Zoom を立ち上げます。まずメニュー画面から USB ストリーミングを選択します。そして USB ケーブルを接続します。カメラとパソコンはケーブルでつながっています。ミーティングに参加します。まだ ZV-1 の方は今までのソフト名が表示されている状態です。ここでビデオの設定を開いてみるとカメラの選択で今回 ZV-1 が新たに項目追加されました。
今までのソフトは上のソニーカメライメージングエッジと書かれていますので、こちらから ZV-1 選択し直します。そうするとこのように画面映し出されました。接続できました。すごく簡単にできていいですね。今回のアップデートで画質が向上したのと内蔵カメラが使えるようになったのですごくいいです。 ZV-1 の機能に美肌モードがついていたり、あとは背景ボケが使えるので綺麗な映像を映し出すことができます。私はこれまで専用のソフトを使って立ち上げていたんですけども、最初の設定が少し面倒でした。今回のアップデートはすごく良かったと思います。 ZV-1 自体のカメラもすごく性能がいいので普段使っていますけども、このようにウェブカメラとしても使えますから、お持ちの方はぜひ試してみてください。またこれから新しいカメラを探している方の参考にしていただければと思います。今回はアップデートについてのお話をしましたが、また何か話題の情報があればお伝えしたいと思います。それでは次回の動画でまた会いましょう。じゃあねー。